陽広高洋博高は、明初期の政治家、軍師、僧侶、道、広氏の名でも知られる、長州出身。医者の家柄であったが、十四歳で出家して、道広氏と称し、以後は、仏法や陰陽術を学んだ。1385年、工部三の将兵を受けてその四男、円王の主体の軍師として仕えた。主体からは、多大なる信任を受けて徴用され、 公文帝の死後、主体に挙兵を進言した。これは、剣文帝が主体の勢力をうんじていたらしく、また主体自身も、剣文帝の即位には不満だったらしいことから、彼が挙兵を進言したという。陽広高はその軍師としての志望をもってして、剣文帝軍を打ち破り、主体を英楽帝として即位させた。即位した英楽帝から、西南の辺における、 第一の行進と、称されて、高校と名を与えられ、大将士として、英楽三角から工具を受けた。英楽帝時代には、大祖実録、英楽大典の編纂に従事する傍らで、同余力など仏教用語、浄土信仰に関する著作を多く残している。英楽帝時代を通じて徴用された、大行進であるが、西南の変で、県文帝を廃止、英楽三角のもでも、 牽制を極めた大一人者であったため、故郷では家族から友人までもが、陽広高に会うことを二度としなかったと言われている。ありがとうございます。